2014年9月18日、韓国、聯合ニュースによると、韓国の、ユン・ビョンセ、外交部長は、北東アジアの平和協力構想に、関する学術会議の基調演説において、日本を名指しし、北東アジアの、平和協力秩序を、構築するためには、正しい歴史認識と圧力を、根本的に解決しようとする努力が、必要、と述べた。長官は1970年に、ポーランドの首都ワルシャワで、ユダヤ人ゲットを跡地でひざまずいた上ジェノサイドを、謝罪した西ドイツのブラント首相、当時、に、言及。ドイツは歴史に対して心から反省し行動を、言ったため、欧州統合とドイツ統一が、可能になった、と高評価した上で、日本に対して、北東アジアは欧州の、経験に学ばなくてはならない、過去を美化するような動きには、懸念せざるを得ない、と語った。最近、韓国政府が日本に対して、融和的な方向になっているのではないか、という見方が一部で出ている。こうした中、長官の発言は歴史問題で、日本に対する強硬態度を、変えてはいないという韓国政府の、立場を改めて強調したものと、考えられる。